こうすると、まあ、大体想像した通り浮きそうですよね。浮きそうですよね。ちょっと実験してみましょう。はい、こんにちは、重工房のフラッシュです。今日はね、前回 なぜ飛行機は飛ぶのかっていう話がから始まって、なぜなぜ特集みたいなね、その第2弾ということで、今日はあの以前予告した通りですね、なぜ船は浮くかという話をねしたいと思います。まあ飛行機と来れば次は船だもんね。まあ順番からしてはそんな感じですけど、なぜ船は浮くかということでちょっと考えてみたいと思いますけど、まあ、なぜ船は浮くんでしょうかね。そもそもね、船だから浮くんですね。そうです、それでいいんですよね。まあ大体あの、なんか知らなくていいことたくさんありますけど、まあこれもやっぱ知らなくていいことの一つかもしれないですね。まあただね、まあ前もお話したけど、子供から聞かれてね、なぜ船は浮くのって言われてもね、答えが、まあ、言えないようではね、ちょっとこう大人として恥ずかしいので、知っておくといいかなと思います。まああの、男の子はね、知ってるかもしれないですね。はい、ということで、昔男の子の人たちもですね、知ってる人もいれば、そうでない人もいるかもしれません。で今日はですね、ちょっと私なりに、ご説明してみたいと思うんですけど、船っていうのはそもそも鉄の塊じゃないですか。鉄の塊がなぜ浮くかって不思議ですよね。まあでもこうイメージからすれば、こう中が空洞になってるから、こう空気があってね、浮くんだろうというふうに思いますよね。まあそれで風船が浮くのと同じだろうと。さあそれはなぜでしょうっていう話ですよね。はい、ちょっと簡単にご説明します。例えば50キロの鉄の塊と50キロの体重の人っていうのは、人の方は浮きますよね。ふわふわと浮いてますけど、鉄はドボドボっと沈みますよね。この違いですよね。これはどういうことかというと、単純にですね、同じ重さでも体積が大きいとですね、体積が大きいと浮くということですね。まあ、もしくはそれは体積によって浮力が違うということですね。浮力が浮くかどうかは別として、浮力が違うと、あ、上から押さえる力より下から持ち上げる力の方が大きければ浮くということですよね。これがバランスが取れてる状態ということですね。はい、これが要するに、この浮力っていうんです。浮力をどれぐらい得られるかは、重量と体積によって違ってくると。だから同じ、例えば50キロのものでも、塊と空洞になっているものでは違うということですよね。体積がまるで違いますよね。そういうことです。例えばちょっとここに例がありますけど、とネジですね。ネジが例えばこれ2グラムのネジですよね。で一方、じゃあこれはというと2グラムの木、両足で 4g ですね。はい、なんですけど、まあ想像の通り、こちらは沈んでこちらは浮きますよね。鉄は沈んで木は浮く。でも体積が全く違いますよね。体積がそれこそ何倍、4倍か5倍ぐらい、太さも入れると6倍ぐらいかもしれないですよね。つまりそういう違いなんですよ。なので、まあ、木は浮くけど鉄は沈むっていうのはそういうことですよね。同じ重さでも体積が違うっていうことです。まあ難しいことで言うと、そのアルキメデスの原理かね、なんかね、説明ができると思うんですけど、まあ難しいことはさておいて、まあ木なら浮くし、鉄なら沈むってのはそういう理由ですよ。同じ重さでも体積が違うですね。まあこれは同じ、人間でも同じことが言えますよね。同じ体重でも体の小さい人と体の大きい人では、ね、沈み方が違うということです。両方とも沈むかもしれないし、両方とも浮くかもしれないけど、あの浮力は違うということですよ。もう一つちょっと実験してみようと思います。例えばね、ここに、粘土ですね。粘土が2つあります。これ例えば2つとも 140g、 これ2つとも 70g なんですよ。こちらも 70g、 こちらも 70g ですね。でこの状態で2つとも水の中に入れると、ボコボコボッと沈みます。粘土はね、粘土は土は重いので沈んでしまうんですけど、片方を例えばね、ちょっとやってみますけど、体積を大きくして、しかもこう船のような形を作ってやると、まあっていうか船というか茶碗というか器のようなね、形にするじゃないですか。こんな形ね、まあ、これ船みたいな形ですよね。こうするとまあ大体想像した通り浮きそうですよね。浮きそうですよね。ちょっと実験してみましょう。はい、こちらはね、今の土の塊でしょ、塊の方。70g の土の塊は、70g の、ね、土の塊は、このまま、ドボンと沈みますよね。はい、沈んじゃいます。
じゃあこちらの 70g のお茶碗の形した船の形したもの、こちらはどうかというと、あ、沈む。こちらはどうかというと、こんな形で浮くわけですね。つまりこういう違いですよね。同じ 70g でも体積が違うものは浮くし、体積の大きなものはね、浮くということですね。はい。なので、子供に説明するときには、同じ重さでも体積が大きなものは浮くんだよと。浮くんだというか、浮力っていう、浮く力が大きいんだよということですね。で、つまり、同じ体重の人だったら、ね、おデブさんの方が浮きやすいんだよということですね。筋肉もりもりで体の細い人は沈みやすいんだよということですよね。そういうふうに説明してあげると分かりやすいと思います。ね、まあ、船がなぜ浮くかっていう話は、まあそういうことですね。同じ重量でも、体積の大きなものは浮くし、体積の小さな塊、鉄の塊は沈んでしまうと。また同じ1トンの材料を使ってても浮くものと沈むものがあるよということの違いでしたね。はい。どうでしょうかね。分かりいただけたでしょうかね。まあ、よく船で何千トンとかって言ってますけど、排水量何千トンとかって言ってるね。あれは単純に船の体積ですね。体積のこと言ってるんですね。これはもう何万トンのタンカーですって言ってるのは、何万トン入れれるかじゃなくて、こう船の体積の全体のことをね、言ってます。いわゆる排水量って言うんですけど、排水量っていうのは、さっき言ったアルキメデスの、まあ、原理だからね。要するに、この船をザボンとお風呂の中に入れると、水がどれだけ溢れるか。まあ、満タンのお風呂に、これを船をゾボンと入れたら、ザーッと水が出るじゃないですか。溢れるじゃないですか。あれが排水量ですね。あれが何トンあるかということが、その船の大きさの単位になってますよね。だから排水量って言ってるのはそういうことです。何万トンとかって言ってるのは、つまりそういう重量、そういう排水量のことだよということですね。これが船の大きさの単位ですね。というふうに、まあ、言われてますね。はい。ということで、船がなぜ浮くか分かりになったでしょうかね。まあ、これもね、やっぱりその飛行機がなぜ飛ぶかと同じで、まあ知ってても知らなくてもどっちでもいいことなんですけども、まあ知ってるとちょっとかっこいいみたいなね、そんな話かもしれないですね。まあ、昔地下鉄はどこから入れたのかっていう、サンキューテリオさんの漫才にもあったけど、そんなこと知らなくてもいいこともたくさん世の中にありますけども、やっぱ船がね、なぜ浮くかっていうのは知ってると、またね、話のネタになるかもしれないですね。はい。ということで、次回は、ヨットはなぜ進むかっていう話をしたいと思います。船の続きでね、今度はヨットはなぜ、風上に進むか。ヨットって風上に向かって進んでいくんですよね。風上に向かって。もちろん風下にも進んでいくんですけど、なぜヨットは風上に向かって進むかって話をね、してみたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしますので、また次の動画でお会いしましょう。ゆあさん、さよなら。また明日8時に。うまくいってよかったね、実験。あれね、船の形がうまくいかないと沈んじゃうんだよね。結構 70g の粘土ってギリギリ、浮く沈むギリギリなんですよ、あの船の大きさってね。船を作るならもっと薄くて大きな船を作りたいですね。はい。あの厚さだとちょっと沈むか浮くかギリギリって感じでしたね。でもね、浮いてよかったですね。さよなら。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければ、グッドボタンを。私に質問のある方はどんどんお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。